しないという時間を楽しむように Just for you, ママラジ。ももラジ始まったね。 Just for you, ももラジってタイトルもね変わったよね。Just for you ってまああなたのためだけに、あなたのためのももラジ、ピンポイント。だからまあ会話しようよってことかな。みんなとね、一人一人と会話したいなと思ってるかな。だから返事してね。電話の感じで、もしもし、おもねこさんですか。はい、もしもし、そうですよみたいな感じでやっていけばいいかな。どう、こんな感じね、返事してくださいよ。でまあオープニングテーマ曲とかも作ったので、どうだったかな。まあ自分としてはこれからねやろうとしてることが全部出たかなと思ってるんだけど、まあね、コンセプトがね、まあ、もうあんまり細かいこと気にしないで自由にやっていこうよ、まあ、気楽にやっていこうよみたいなこと、でやっぱり音楽は大事に大事にこれからもやっていこう、ずっと続けていこうみたいな、これまでもねもちろん本当にずっと音楽、まあ音楽だけっていうとあれかな、まあでも結構音楽だけやってきたかな。なのでこれからもまあここからももう一つさらに何かやっていけるかなと思ってるのが、まあこのテーマ曲と、そしてこのももラジでね、まあももラジ本当始まったばかりだからね、本当まだどうなるか分かんなくて、だからねみんなのコメントも自由に書いていいよ。テーマとかも決めないので、自由に思ったこと書いて書いてください。でそこから、こうした方がいいよとか、こうした方がいいよっていうか、こうしてほしいなとか、こんなのどうとか提案とかあれば、そこから拾ってやっていくこともあるかもしれないので、本当自由に書いてみてください。で、曲なんだけど、やっぱりね、ももラジ、私がももねこさんがねするってことで、音楽はねもちろん入れていくんだけど、ピアノ曲をね、やっていこうかなと今は思ってる。で昔っていうとあれだけど、私まあ十何年もやってるから、なんか自分のその十何年前が昔みたいに10年一昔っていうもんね。そう昔で OK。 そのね、その頃に、弾いてた曲を、もう一度今弾いてみようかなっていうのが、新しいね録音システムで、昔の音はね本当にノイズがすごかったじゃないね。それが良かったっていうか、もう本当それに合わせて、頑張ってやってきたんだけれども、そのノイズありきでね、どのようにしてそのノイズに乗った曲で、ノイズに乗った音でみんなにね伝えていくかでやってきたんだけど、だけどちらほらもう本当に皆さんから、今のっていうか、いい音でね聞きたいって来るから、私も思ってる。そうだからみんな本当ピアノの音が好きで聞いてくれてる人はそう思ってるかなと思ってるのね。なのでまあまあ本当ここまでやって、いろいろオリジナルもやりました、歌まで歌いました、そしてこうやって喋ってます。なのでこのあたりでもうそろそろ原点に戻って、ピアノ曲をねもう一度今の音で皆さんにね届けたいなと思ったかな。ちらっとね、もちろんやってみたんだけど、なかなかこれ、この録音システム変わると表現変わるので、なかなか
手ごわかった手ごわかった、うん、やっぱり本当に繊細だからピアノの音っていうのは、ピアノの録音結構大変だよね、うん、だから電子だとね直でこうつないで入れればって感じなんだけど、本当にマイクがねセッティングとかいろいろ大変で、そしたらもう弾き方とか表現とかが変わってくるので、もうなかなかだったんだけれどもね、ぜひぜひやってみたいなと思ってたので、うん、このモモラジで Just for you モモラジでやってこうかな、どうですか、イエイOK、 じゃあもうね、なんだかんだ言ってもあれなので聞いてください。まずこの Just for you モモラジ第1曲目なんだと思う？まあやっぱりここはね、日本人、日本の心っていうことで、まあ本当に日本人のそれこそ原点、ふるさとを聞いてください。それではモモネコの演奏でふるさと。次はね、2年ちょいぶりのバレーヒルズの新曲、桃猫さん第3の声で歌うっていうわけなんだけど、どうかな、なんだそりゃなんのこっちゃみたいなまあ楽しみにしてもらえるとね嬉しいかな、ねえどうですか、桃猫さんね見つけちゃったんですよね、第三の声をっていうか、まあいろんな声あるよね、私実は気がついてる人もいるかもしれないけど、かなりいろんな声があって、まあいろいろやってやってやって、今度バレーヒルズの新曲で第3の声を見つけました。タイトル言ってもいいかな、タイトルなんだと思うって聞いてもわからないよね広すぎる広すぎるっていう話で、まあ言っちゃいます。それでは、2年ちょいぶりのバレーヒルズの新曲、タイトルはジャカ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 フォーエバー、フォーエバー永遠ですよ。
ね、フォーエバーです。そしておもねこさん、これまでと違う声で歌うので、ぜひぜひ楽しみにしてもらえると嬉しいかな、ね、こんな感じで、第1回目の Just for you ももラジ、どうだったかな。もう自由にコメント書いてください。さっきも言ったように、その中からね、いろいろ拾っていくこともあるかもしれないので、もう皆さんも気軽に自由にコメントください。それでは皆さん、今夜もいい夢を、また夢で会いましょう。ももねこでした。おやすみなさい。